俳優アーティスト北村匠海さんです。2017年に映画君の水槽を食べたいで日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。また2011年に結成したダンスロックバンドディッシュのフロントマンとしても活躍中です。2021年は主演映画東京リベンジャーズが実写映画で興行収入トップを記録し、猫ザファーストテイクバージョンが累計ストリーミング再生回数4億回を突破しました。俳優とアーティストの二刀流で大躍進を見せた北村匠海さんにはメンオブザイヤーブレイクスルーアクター賞をお送りします。北村さんおめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いや今の気持ち聞かせてください。はい、本当に素直に嬉しいという気持ちと、やっぱり、今年たくさんの作品にも関わってきました。そこで出会ったスタッフさんやキャストの皆さんもたくさんいらっしゃいました。そして自分がボーカルを務めているディッシュというバンドで、ディッシュというバンドは今年10年になるんですけども、なんかそうやってこう歩んできた一歩一歩の道が今日のこういう場につながっているのかなと思うと、なんか自分が頑張ってきた意味がすごくこういう形で報われているんだなとも思いますし、そうですね、なんかそういうこれに見合った自分かどうかというよりかは、本当にこの一個一個に感謝できる人間に、また来年再来年と日々歩んでいけたらなと思います。ありがとうございます。ディッシュとして初の紅白出場も果たされるということですが、はい、大ヒットした東京リベンジャーズ、こちらクランクインの時には北村さんどことなくヒットを予感していたそうですね。ヒットをするという予感というよりは、うん、この作品は今の時代に絶対にあるべきものだと思いましたし、なんか撮影も危ぶまれた瞬間がたくさんあったんですが、うん、その度にいやこの作品は絶対に大丈夫だと、完遂できると、絶対誰かの元に届く作品になるということをずっと監督プロデューサーには喋っていました。はい、もうみんなが同じ方向を向いて同じ熱量で頑張ってきた作品だと思うので、本当にこちらも結果が出てよかったですよね。角田さん、はい、鈴木編集長、受賞の理由をお聞かせください。もう南さんおっしゃったことで出てると思いますけど、まあ、それに加えてなんていうの、まあ、大谷翔平さんじゃないけど二刀流ですよね。はい、でその二刀流っていうのはだからすごいですよね。うん、本当にどっちもどっちがどっちっていうその傾聴がない、で彼はまあ本当にこれから日本を背負って立つ、日本を背負って立つだけじゃなくて世界的にも進出してほしいと思いますが、うん、最も期待される俳優だと思ってます。はい、北村匠海さん改めましておめでとうございます。おめでとうございました。いやすごいな。あちらのお席へおかけください。シソンさんに何か聞きたいことがあればお願いします。そうですね、もう純くんは18ぐらいの時から、はい、なんか実は仕事では一緒になったことないんですけど、うん、なんか本当当時からなんか自分の野望やらなんやらを喋ってた本当にいい仲間なんですが、僕も趣味多いんですけど、なんか純くんの話聞いてるとなんか本当に一個一個の趣味が深くて、まだ隠してる趣味ないかなと。隠してる趣味結構ね聞いてるんですけど、でも最近はもうもっぱらゴルフですね。あゴルフ、もう休みがあると朝からゴルフ行って、まあ仕事前にもゴルフ行きますし、やっぱ楽しいよ。行くか。え、マジで車出すから一緒に行かない？いやマジで行きたくて、3、4人ぐらいから今言われててゴルフやれ。おう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 。北村さんまだされてない？僕はしたことないです。もうちっちゃい球打つのはセンスないと思ってるんでそんなことないよ本当に。俺も最初ゴルフ始めた時は誰にも教わってなくて打ちっぱなしもしないでコースに出たの。だけどやってみたら結構なんとかなるから、じゃあちょっと行かせていただきます、はい、じゃあ決定ということでよろしいですね。はい、ゴルフやるということで、なんか来年の楽しみがまた増えますね。はい、ぜひ密着させてください、なんか番組で見たいですよね。見たいですね、2人で行くところね。いやありがとうございました。もうお時間が来たそうなので、ね、そうですね、もっとお話を伺いたいんですけれども、あっという間にお時間となってしまいました。
ありがとうございます。田村さん、では中央の黄色いポイントまでよろしくお願いいたします。ではセンターのカメラの方に映像をお願いいたします。こちらから、ごめんなさい、田村大臣の前からいきます、はい。受賞おめでとうございます。ありがとうございます。まず受賞された感想をお伺いできればと思いますが。はい、そうですね、なんていうか、こう日々映画だったりドラマだったり、そしてこう音楽だったりとか、目の前のことに自分の出せるものを出し切って生きてきたので、なんかこうやって評価していただけるっていうのは、なんかその自分の頑張りがこうつないできたこう点が線になったような感覚もありますし、なんかいつもこう賞をいただいたりするときに思うのが、子供の時全然その表彰とかされる子供ではなかったので、なんかこれでもちょろっと親に会ったんですけど、なんかこんな息子になりましたよという気持ちでもあります。今年、俳優アーティストとして大活躍でしたけども、改めて今少しお話もありましたが、振り返ってみていかがでしたか今年は。そうですね、やっぱりその、今年もそうなんですが、2020年から、ね、目まぐるしく世の中というのが止まったり進んだりを繰り返している中で、その僕たちとしてはエンターテインメントをやっぱり止めてはいけないという思いで、作品だったり音楽と向き合ってきました。なんかそれが今年2021年はより濃く役者として背負わせていただく責任もいっぱい感じましたし、あとはこのバンドのボーカルとして、一緒のボーカルとしてステージに立たせてもらう、そしてこう言葉を人に届けるという立場でのなんか自分のなんていうんですか、さっきも言いました責任だったり、なんかそういうのがいろいろ背負えるタイミングが多かったので、なんか関わってきた人を代表して今ここに立たせていただいているような感覚でもあります。自分たちのバンドメンバーも含めですが、もう今年のこの賞のテーマとしては、勇者の年っていうことなんですけども、北村さんにとって勇者はどなたかいらっしゃいますでしょうか。そうですね、それでいうとたくさんの勇者に出会ってきたんですよ。僕は子役の頃からいろんな作品に出させていただいたりして、尊敬できる先輩もたくさんいらっしゃいますし、本当にみんながもういろんな世界での勇者でしたし、僕にはヒーローでしたし、でもなんかそういった中でも、そうですね、なんかこういう場で親のことばっかり喋るのはあれなんですが、あと父親にもよく怒られるんですが、自分と性別も同じでっていう、一番近くにいたこう背中というのはやっぱり父でしたし、なんか弟ともたまによく喋るんですが、なんかそういう、こういう家族になりたいなとか、こういう父になりたいなとか、なんかそこから離れて自分の仕事に置き換えたときに、なんかそういう包容力だったり、なんか自分の口から出る言葉だったりっていうのが、なんかそうなっていったらいいなっていうのはありました。はい、ありました。では以上とさせていただきます。受賞おめでとうございました。ありがとうございました。木村さん、ありがとうございました。それではこちら側にご講談お願いいたします。ありがとうございます。